4月の電力全面自由化を目の前に、関西エリアのスーパーが続々と電気を販売する事業に参入しています。スーパーマーケットが提供するお得電気スマ電 R をすでに取り扱っている生鮮館中村、そしてこれから取り扱いを始める西垣の展開など、関西地域の電力自由化についての説明会がこれから始まります。まあ、我々自体はですね、電気の小売事業者登録というものをしてですね、販売先にスーパーマーケットさんを選択をして、より消費者に身近な場所でですね、電気を買えるようにしていきたいというふうに考えております。当然消費者からしてみますと、電気を買える場所が、我々で言えばスーパーマーケットですけれども、ガスとのセットであったりとか、通信会社とのセットであったりとか、あと最近では旅行会社さんであるとか、あと住宅のホームメーカーですね、家を買った時に電気の、契約もセットでついてくるといったような、バリエーションがですね、いろいろ用意されてきているというような状況です。今のですね、切り替えの状況としましては、現在時点では全国で27万4千件で、関西電力管内で言いますと7万3000件が、この予約期だけでもですね、すでに切り替えが起こっているという状況です。当然その電気の供給販売事業っていうのは非常に多額の投資を伴います。このあたりをですね、個別の各地域のスーパーさんが全て自前でですね、用意していたのでは非常に多額な投資を伴う中でですね、新規事業としてのリスクが高くなってきてしまうというところがございまして、我々としてはそういった一連の電気販売に伴う必要な機能というものをパッケージで我々自体がご用意をさせていただいて、スーパーさん自体はですね、我々の電気を媒介していただく立場に回っていただいて、いわゆるその顧客接点とか地域で愛されるブランドであるとかブランド力であるとか、そういった部分を生かしてですね、電気の販売事業の強いところをですね、生かしていただきたいと。各スーパーさんの方にですね、電気代の使用量に応じた手数料というものを、お支払いをさせていただきまして、実際の電気の供給の契約ですねに関しては我々とお客さんの方で交わさせていただくことになります。ここが中村さんとの契約になるということではなくて、あくまで我々とお客さんとの契約ということになりまして、そういった申し込み受付の取り次ぎであったりとか告知案内といったものをですね、やっていただくということになります。で、スーパーさんのじゃあメリットは何なのかということは、基本的には我々の方から手数料の安定的な収益というものが入ってくるというのは一つなんですけれども、そういった電気でお客さんとですね、つながることによって、非常に、ここのつながり自体ももっと強固にしていくことができると、こういった手数料をお客さんに還元していくことによって、お客さんとの関係性というのがですね、より強化されると、来店促進ということにもつながりますし、あとお客さんの方ですね、これ光熱費っていうのは、今回小時間の話もありますけれども、チャージであったりとかポイントであったりとかっていうのをマイルをですね、よく光熱費で貯めているように、使ってる感覚がない中で、電気の契約を切り替えるだけで自動的にこうポイントがどんどん貯まってきますので、そういったポイントの、使われる先が、スーパーさんであると非常に消費単価が上がってくると。で、今関西のですね、今現在3月15日時点で、販売を開始しているスーパーさんというのがいます。生鮮館中村さん、あと、奈良の方の業務スーパーを展開してますボトルワールド OK さんと、京丹後中心にですね、展開しております、西垣さんということで、合計69店舗で今、販売を申し込みを受け付けておるというような状況です。きっかけとしては、当社の電気代自身を、どうやって下げていくかという提案をまずいただいて、でそこから取り組みがまず始まりまして、現実的に、下がったと。でそれが、この16年の4月から、一般消費者に対しても電力自由化になるという流れを受けまして、消費者の方にも、こういう恩恵といいますか、電気代というのが、私自身も生活しててなかなかこう電気を消すとかね、使い方で電気代を下げるしか発想なかったんですけれども、この自由化をきっかけに、
まあ、関西電力以外からも選択肢ができるということで、お客様にもそういう電気代が下がるというのを実感していただきたいなという思いから、まず取り組ませていただきまして、またあのスーパーマーケットですから今まで食料品でしか、地域のお客さんに、まあ、貢献なかなかできなかったんですけれども、まあ、食料品以外でも、まあ、お役に立てる、まあ、チャンスだなと、商品が高い安いという部分だけではなくて、まあ、電気代、まあ、電気という部分を通じても、地域のお客様と接点を持てるという、機会だと考えましたので、この事業を取り組むに至りました。まあ、大体1万円から1万5千円ぐらい使われている方であれば、年額で1万円ぐらいのは下がるのかなと。スーパーマーケットということで、まあ、食料品は日々毎日皆さん、買い物をされるわけで、その辺でまだポイントであったり、今は先行でこう卵とか、プレゼントさせてもらってますけれども、まあまあ、電気を、まあ、中村に切り替えてよかったなと思ってもらえるように4月以降も、まあ、反則をちょっと考えていきたいと思ってます。切り替えにあたってこう消費者が面倒なこととかって起こらないんですか？そうですね、あの電気の場合はそういったところは国が非常にその制度をですね、はい、準備してしっかり整備をしておりますので、はい、まずので今の既存の電力会社に対して解約の手続きすらしなくていいんですね、はい、まあ、新しい電力会社にお申し込みをしていただければ、はい、もうそれで全ての手続きが終わると、はい、でそれも本当にもう紙用紙1枚ぐらいの話なので、まあ、本当に3分ぐらいでですね終わってしまうという非常に簡単なものになっています。スーパーは主婦の方がですねやっぱり日々お買い物される場所ですので、はい、やっぱり顔が見えてですね、はい、先ほどまあ簡単に申し込めると言っても、まあ、ここどう書くのとかですね、はい、まあ、そういったことがですね、はい、非常に日常会話の中で聞けたりですとか、逆にスーパーの、まあ、働いてる方も、まあ、その電気代を気にされている主婦の方であることも多いので、はい、まあ、私も入ったけど大丈夫だったようですとか、あ、まあ、そういうやっぱりその日々の中のですね、はい、コミュニケーションをまあ生かしてお勧めしていただけるっていうのが非常にいいところじゃないかなというふうに思います。やはり電気代が安くなるのももちろんですし、スーパーでのお買い物もですねお得になると、でいろんな特典も今後ご用意していきますので、ぜひスマ電をですね選んでいただきたいなというふうに思います。スマ電にこちらで加入された方にどのようなサービスを行っているか教えていただけますでしょうか？まあ、先行で入っていただいたお客様に卵を、はい、そうですね、8パックほどプレゼントさせてもらってます。あと、まあ、抽選にはなるんですけれども、はい、250名様に4月分の電気代を半額と、ですので、まあ、使用料が1万円であっても、まあ、2万円であっても、はい、半額ほど、まあ、請求自体がまあ半額になるというキャンペーンですね、はい、実際お客様の反応いかがですか？まあ、お得になるんだなというふうな認識はお持ちだと思うんですけれども、まだちょっと4月にもなってませんので、はい、まだちょっと実感が薄いのかなというのが、はい、感覚ですね。今後4月を迎えてサービスもいろいろ展開していくんだと思うんですけれども、今後のサービスについてもいろいろ教えてください。まあ、電子マネーの小鹿カードというのをまあ進めまして、はいはい、まあ、普通の会員さんですと1万円チャージしていただきますと30円ポイントとして付けさせていただくんですけれども、まあ、スマ電会員様がこの小鹿会員になっていただきますと、まあ、その30円という部分を90円分ポイントとして付けさせていただくと、そのようなサービスを考えてます。切り替えていただいたお客様に今は先行でまあ卵ですけれども、まあ、取扱い商品が雑貨類であったりお菓子であったり生鮮食品、まあ多岐にわたりますので、まあ、その辺の商品を、まあ、値引きになるのかプレゼントになるのか、まあ、その辺は検証していきますけれども、お客様に還元していければなと考えております。スーパーマーケットでスマ電に加入すると電気代だけではなくスーパー独自のポイント加算や割引が受けることができます。スマ電は集客増加を目指すスーパーと消費者の双方にメリットがあるサービスを目指しています。私もスマ電考えてみたいと思います。